静かなる防衛の時間です。日米が東シナ海で合同練習開始したその時、沖縄では中国海軍空母遼寧が進行していた。日米対への抑止力が今現在日米で東シナ海で合同訓練が行われています。日本からは出雲、アメリカからはロナルド・レーガン、による艦隊演習が行われています。6月11日から開始されました。同日今度は中国が遼寧を沖縄本島と宮古島の間を進行させました。まあ、日米への抑止力効果ですね。同じ東シナ海で日米がやってるのと同じです。あとは台湾への圧力も加わっています。沖縄本島、台湾、宮古島、石垣島ここを遼寧が通過した。東シナ海から太平洋、これで3度目の通過になります。遼寧一隻ではなく中国版イージス艦 052D 型ミサイル駆逐艦と他6隻の艦隊が通過しています。中国もやられっぱなしではたまったもんじゃないですよね。この遼寧ですが、リバースエンジニアで作り出した中国で初めて建造された空母になります。建造したっていうか、まあ作り直したですね。もともとはウクライナから購入した「バリャーグ」という
間になります。まあめちゃくちゃな嘘ばっかりを言って購入した空母です。遼寧は身につきゅうみたいにみたいな大きさで一応300メートル、まあ304メートル全長があります。幅は70、スキージャンプ台になっています。ここが高くなってるんです。乗員数が2000人とそこまで多くないんですが、ミニツ級が5700人、それに比べると半分以下ですから、能力的にはちょっと下がるのかなと考えています。しかし今現在、遼寧の2番艦というか中国初建造の空母がもうすぐ出来上がります。空母1隻ならまだそこまで脅威はなかったんですが、2隻3隻と増えてきたら、やはり日米としても脅威と言わざるを得ません。艦載機は30機程度で、30機、こんな感じです。ミニッツ級が70機、ミニッツは半分以下の艦載にとどまっています。これはあくまで噂ですけど、遼寧を動かすのに1兆円かかるとも言われるぐらい、全てにおいて効率の悪い空母になっています。果たしてこれが本当かと言われると確信はないのですが、スキージャンプ台にはイギリスのクイーン・エリザベスもスキージャンプ台方式をとっています。しかしあれは出雲みたいにこうワスプ級みたいにな形です。でこっち側のこの部分がスキージャンプ台になっています。クイーン・エリザベスが1600人の乗員数ですから、あまり変わらない280メートルです。304メートル、
時代はなんかこういかにコンパクトで機動性がいいかという方向に進んでいるような気がしています。やはり F35 B 登場を受けて全体的な作戦任務が変わってきてると感じます。中国はもう遼寧型を大量生産しており、次々と収益してくるでしょう。遼寧が沖縄本島と宮古島を通過したのは2016年と18年に次いで、今回が3度目になります。また来年も超えてくると考えられます。やはり次々できてくる遼寧型空母には少し脅威を感じますが、駆逐艦の数も中国は相当増産してきています。今後日米合同で対応していかないと抑止力効果が薄れてくるでしょう。もちろん台湾もですが、あとはイギリス、フランス、オーストラリア、インド、東シナ周辺の国の協力ももっと大切になってきます。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。